お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、6-1には到達しましたっていうわけで、まあ言うてね、グロランで言ったら40位で、ちょっと珍しく、まあトロが上がってるんでね、こちらの上げたデッキをまあ紹介するというか、まあ久しぶりに、はい、リプレイ解説の方やっていきたいと思います。で、まあこれですね、ラムジンギ。で、その、あれなんですよね、その、トロ上げをするのを久しぶりにケンツンチで、そのライキさんと、イケツバと集まって、まあ、マルチをね、やってたんですけど、なかなか上がんなかったんですよ。上がんなくて、僕何使ってたかな、バルーンとか使って、6-1まで行ったんですけど、その後5-8まで落ちちゃったんですよね。落ちちゃって、上がんなかったんですけど、もうケンツも、ライキさんも、このラムチンギを使ってたんで、ちょっとね、教えてもらって、コツを教えてもらって、そしたらね、6-1まで来ることができたんで、まあ言うて、ただ教えてもらったことを言うだけになるかもしれないんですけど、まあリプレイ解説しつつ、まあ、最後1本、まあマルチいけたらいいなと思います。はい。というわけで、こっからですね、こっからだ。なんかいろいろ使って勝てなくて、まあこの辺からやって、これやばいデッキ当たって、ペッカ、引き分けで、ですね、まあこの辺からかな。で、ラバはめちゃくちゃ相性いいんで、まあいいとして、これにしますか。この、エンジェル、アングル。わかんないんですけど、この、チエンロイが、マジ世界一ぐらい上手い人ですね、これは。本当にいつも、そのチエンロイ J で、ずっと上に、まあいる人で、まあインドラがね、まあめちゃくちゃ刺さるんですけど、まあ、このラムのデッキを、まあなんかラム動画の徹底解説というか、まあガチ解説みたいなのあんましたことないんでね。はい、今回はまあ、久しぶりにリプ解説でやっていきたいと思います。というわけで、ここはまずは、まあ、ラムを通すためにというか、まあ、することがなかったんで、墓石を壊したんですけど、まあ、基本的な立ち回りとしては、ケツアイゴレが理想ですね。一番初めに、ケツアイゴレで、またケツインドラが押しとけばいいって僕は教わりました。ケツアイゴレのケツインドラしとけば、とりあえず全てなんとかなるって言ってました。なんで、まあ、ここは、インドラ割いて、で、あとは、ポイントは、このインドラを、その、なんて言うんですかね、インドラをうまく使うことなんですけど、この相手がまず、まあ、エレキとかがないっていうのは、それ特徴的なんですけど、まあ、この相手にインドラがめちゃくちゃ刺さるんですよね。なんで、このアイゴレインドラっていう形ですら相手は、めちゃくちゃ厳しいんですよね。なんで、まあ、できるだけロリババインドラとか、まあ、アイゴレインドラとかっていう、まあ、相手からしてめちゃくちゃ嫌なことを、まあ、こっちが作るっていうのを少し意識してやっていきます。で、まあ、あと、本当にもう基本的に、あと、アイゴレインドラ。アイゴレインドラしとけば、なんかいいみたいなんで。いいみたいというか、なんか本当に、これ見ててもらったらわかるんですけど、アイゴレ多分割いて、まあ、でもランバー割くかな。でもアイゴレ割いて多分インドラ割きますね。アイゴレ割いて、で、インドラ割いて、多分ケツラムですかね。多分ケツラムしとけばいい。アイゴレインドラのケツラムで、相手がやっぱ、そのラムを守るために、墓石とか、アイスウィズとか、いっぱい結構コスト割いてくれるんですよね。守るぞっていう形を見せてくれるんで、そこで、ポイズンで、一斉に処理するって形ですので、ここはちょっと、全然言ってたことと違うんですけど。全然違うんですけど、まあまあ、でもこれが、相手の防衛が上手いですね。トルネのタイミングがめちゃくちゃいいですね。ですけど、まあ、アド取ってる形でもう一回同じようにしますね。同じように、アイゴレからの、多分ランバーかな。アイゴレランバー、ですね。端前で、ラムか。インドラ？で、ここでケツラム。で、ここでポイですね。相手がラム守るために、やっぱユニットこういっぱい咲くんでね、ここにポイズン打って、はい。で、インドラで、多分端前のユニットを処理します。オッケー。で、このインドラが相手からしたらすごい厄介なんですよね。なんで、アイゴレで蓋して、このアイゴレインドラっていう形を意識して作ります。まあ、相手にエレキとかいたらこういうのはしないんですけど、まあ、相手に、その、インドラのね、リセット系がないと、こうやってインドラをできるだけ活かしていくのがすごい大事になってきますね。で、ここは相手がロイで攻めてきたんですけど、正直めちゃくちゃ美味しいですね。これインドラで無双なんですよ。で、ランバーのレイジで、このラムが走って、よいしょ、ボムタンは壊す。ボムタンじゃない。墓石壊して、そのままダメージが入る。で、この辺までは、すごい五分で、やばいんですけど、一気に決まりましてね。一気に0時に乗ったラムがやばいですね。で、ここでもう一回同じように、アイゴレランバー、インドしてないですけど、アイゴレランバー、
で、これ多分インド出すかな。ポイズン、そう、ケツからユニット出しておけば、とりあえず相手がいっぱいユニット出してくれるんでね。それに対してポイズンやって、よいしょ。これっすよ。これ。これもチート。このラムライダーの入るのがでかいですね。やっぱ殴りながら走ってるんで、ああやって墓石がポイズンプラスのラムで崩れてくれると、すごい。ラムが通りやすいですね。またポイズン。アイスウィズの処理っていうのもありますね。アイスウィズがポイズンで受けるんで。よいしょ。これ気持ち、大盛り追加で、これ墓石壊れて、もう美味しいですね。相手はトルネしかなくて、トルネでラムなかなか重いんでね、守れないですね。なんで高めで、相手は守ってきて、ここは、よいしょ。多分ポイズン落ちたな。いや、インドラ。いや、美味しいですね。美味しいんですけど、相手のトルネがうまいんで、まあ、ここね、焦らず、ポイズン防衛していきます。よいしょ。あとはもうこれを繰り返しておけば、相手は攻めれないですね。正味ロイジャイ出してくれても、その、インドラとランバーあるんで、結局守れちゃうんですよね。相手ライト打っても、こっち回転早いんで、めちゃくちゃ回転早いんですよ。なんで、結局2周目のラブが逆にこっちの攻めが通っちゃうんでね、相手は攻めれないですね、なかなか。なんでこの、相手のユニットを毎回毎回ポイズンで処理しつつ、ここもランバーとかコームとか出してあげたら、もうこれで勝ちですね。相手ライトニング打ったとって、そのランバーがね、破裂して、よいしょ、レイジに乗るんでね、これで勝ちですね。よいしょ。回転早いので、これが最後に、よいしょ。あれ。一発入って、まあ、ポイズン削りですね、あとも。なんかね、説明するのはすごいむずいんですけど、やっぱ、相手が何かによってやっぱ立ち回りが変わるんですけど、基本的に、ゴレラバロイとか、まあ、大型に対しては基本的にケツからアイゴレインドラをするのが大事です。でアイゴレインドラでそれにラムを合わせます。後ろからラムを合わせて端前でなんかコウモリとかロリバボとかしてあげると、そのラムが相手の大型を止めて守りつつインドラが大型処理で、しかもラムが気づいたら相手のタワー殴ってダメージ入ってるみたいなことがありますね。よいしょ。というわけでもう一個、リプレイを見ていきたいと思います。で、これはね、相手のデッキが、ただただやばいんですけど、ジャイバルーンっていう、ちょっとやばいデッキなんですけど、まあ、相性がいいんですけど、危なかったですね。バーバリアンが、ちょっと厄介ですね。このデッキ使ってて、思うの。なんですけど、よいしょ。で、大型に対しては、マジで基本的にアイゴレインドラ、徹底しとけば、大丈夫です。アイゴレインドラの、ケツ、あれですね、ケツラムを徹底ですね。よいしょ。まあ、ここも、もう、大型ってあんま分かってないけど、アイゴレラ、イントラしてますね。もう、これで、強いですね。これで相手のユニット処理できて、これ、まあ、ポイズンですね。よいしょ。美味しいですね。これ、リババで、相手がフリーズ。もうやばいんですよ。この人はやばい。この人は、もともとやばいデッキ使う人で、なんか、遅延、アイスウィズトルネラバとか使ったり、いろいろやばいデッキ使う人なんで、まあまあ危なかったですね。相手、雪玉フリーズでしかインドラリセットできなくて、結構余裕で勝てそうな感じだったんですけど、まあ、ちょい手こずりましたね。でもこれも多分同じかな。インドラ出さないですね。インドラ出さない。まあ、大型ってまだ分かってないんで。てか、まあ、ラム出しとけば、相手がやっぱなんかユニット出してくれますね。で、それに、ここでポイズンですね。よいしょ。美味しい。本当に、アイゴレ、まあ、インドラか。アイゴレ、インドラ。相手がペッカだったら、アイゴレラムしちゃうと良くないですよね。アイゴレラムしちゃうと、ただただ受けられて、終わっちゃうんで、ケツペッカされたら、どうするんだろう。どうするんだろうな。聞いとくの忘れたな。やばい。習ってないですね。ペッカに当たってないけど、ライキさんがやってたのを見たら、基本的に、まあ、ペッカ展開された瞬間だと、まあ、逆サイをやっぱ軽く攻めますね。軽くやっぱラム飛ばしたり、ロリバボコウモリしたり飛ばして、自分の陣地に入ってからペッカをアイゴレでね、しっかり逆サイに歩かせます。で、ペッカの後衛の、まあ、ラムとか、工場をそのラムライダーで止めます。っていう感じのことを
やってましたね。なんで、まあ、ペッカ来た際は逆サイ攻めて、ペッカアイゴリで釣って、後衛をラムプラスのコウモリとかで、まあ、防衛していきます。ここの雪玉も今もったいないですね。ラムライダーがずっと、もうバルーンしかいなかったんで、無限に止めてくれますね。で、インドラが強い。インドラが強い。これでまたアイゴレかな、アイゴレランバーして、あーでこれタイミングがよいしょ、いい防衛ですね。でフリーズ来るんですけど、ここで変にコウモリとか別に出さずにもう攻めに行きますね。別に今のは出さなくてもこれ耐えるって分かったんで、フリーズちょっと時間短くなったっけ、時間は変わってないか、そう、まあ守れるって分かってたんで、ここで右攻めたいんですけど、右側メガゴで警戒されてたんで、まあ、左にね、左にランバーのレイジがあったんで、まあ、軽く攻めてっていう感じですね。よいしょ、まあ、左しっかり守る意識しとけば、右バルーン一発か入っても全然怖くないんで、よいしょ。でここインドラでまた焼いてラムですね。このラムが強いんですよね。でこれで端前多分アイゴレするかな、端ラム前にアイゴレして OK。 この辺ぐらいはミスですでもこれでもう終わりですね。よいしょ。いやなんか結構その動きを覚えれば楽に勝てますね。僕このラムはあんま使ってなかったんですけど、本当に教えてもらって、結構シンプルに本当にアイゴレインドラとかアイゴレラムとかアイゴレランバーとかをしとけば結構シンプルに勝てますね。まあ、きついのが、まあ、てか今大型しかいないんですよね。マジで大型しかいないんで、本当にアイゴレインドラを徹底しておけばいいと思います。そのアイゴレインドラがなかった時がまず問題で、鬼きついんですよね。鬼きついから、まあ、それはマジで無理やりインドラ回して頑張って、ちょっとアド相手にエリアと捉えてもいいんで、インドラ防衛のポイズン打ってって感じなんですけど、基本的に本当に今ロイラバゴレ環境なので、基本的にアイゴレインドラとかアイゴレラムで相手がいっぱいユニット出してきたところをポイズン打つかですかね。よいしょ。というわけで、ちょい集中ですね。これ勝てば、結構、高い順位切るんで。プリンセスサイズピコカツ、これでも、ロリーババ雪玉だから相性いいもなるっすよね。コカツ多分コカツっぽいですよね。いや、鬼コカツだ。いやー、わかってんな。プリンセス、鬼コカツですね。ないと、いや、これあれか、なんか変なディガポイいたんですよ。プリンセスコウモリナイトディガー。そうだ、多分それだ。そう。この変なって言ったらあれか。で、これで施設がインフェかな。なんか入ってるディガポイがいたんですよね。多分それっすね。ちょいきつですね。ちょいきつ。これランバー流して、ディガー来たらラッキーで、OK、で、これ前で撮影したら、OK。しっかり押さえていきます。これでもきついな。なんかインフェが多分あったんですよね。インフェがしかも回転早いな。いや、ここでもコウモリ残ってレイジ乗ってるんで攻めます。で OKOK コウモリにタケト OK。 いやーでも入んねえな。で端前あれがワンチャンきますね。端前プリンをどう処理するかですね。警戒するのも4コース削くの痛いし、いやでも来るな。端前プリンで速攻コウモリが来る。これアイゴレディフスター、あーやばい待ってやばい。これコウモリ来る。なるほど。でコウモリ、あーまあ、いやこれ勝ちたいですね。ナイトは処理できる。でリガー当てる。オッケー、甘い。よいしょ。これ無視、ワンチャンプリンセス来る。なるほど。ケツラムから流れ変えたいですね。ここ流れ変えたいですけど、まあ、ポイズン打って、ポイズン削り対決ですね。OK。やはりディガー当てる調子がいいですね。しかもラムがワンチャン入る。入る、来た。で、ここで、レイジに乗って、アイゴー。で、コウモリでインフェのターゲット取りたい。いや、あるよ。殴れ。際どいか。で、ワンチャン姉妹プリン来るかな。あ、姉妹プリン警戒のアイゴレ。さすがに来ないか。
ょ、ワンチャンありますね。ワンチャンありますね。ランバー、これプリンセス2体両方美味しくいけますね。よいしょ。もうなんかとりあえず出す、とりあえず出した今いやこれ買っとくね。これだってポイズンで全部持っていける。 OK。 いや順番が違うな。まあ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 、言うて削りは勝ってるんで、後ろからですね、相手が大型じゃないんでアイゴレインドをする必要がないですね。まあ、とりあえず後ろから流して相手がディガー出しにくい状況にします。ワンチャンインフルノタワー来るな。よいしょ。これもう一回ポイズン打って OK。 このいやこれで入るくね。いやまあインドで防衛、多分8枚プリンがワンチャン来る。いや来ないか。って感じっすね。いやむずいな。多分ケツラムで、ケツラムで回してカード4枚目にラム割いて、なんて言うんだろう、ラムからの最後の最後に8枚ラムで、いやむずいそれやろう。一回手札整えたいですね。一回手札整えて、いやこれやだなマジで。ケツラムからの、内側、うわーやばい、これやばい。いやこれ負けたくないな。ケツラムからですね、ここですね。ケツラム、コウモリ、アイゴレ的な感じで裂いて、端前ギリギリランバーで、よいしょ、ここですね。ここで、いやこれあれだ、来るわ。よし、当てる。でここで攻めたいですね。ここで折ってくれ、折ってくれ。よいしょよいしょ。 OK。 いやあるある、マジあるマジある。いやなかった、ボコされた最後。うくそくそー。いやこれな、突破できないっすわこれは突破できない。インフィニカポイはそうきついって言ってたんですよね。だからまあきついよな。それさっき俺勝ったぞ。マジ？それ昇格戦や最後。マジ？きつっ。インドラでディガ受けて、うん、インドラの2周回してインフェの邪魔すんの。でぶっぱしてナイトを弾いてインドラで消すみたいな。むずらしいっす。別に多分ラムは、ラムは刺さんない。まあ僕のチャンネルでラムは解説してるんで。悪い人だマジで。そう。僕より圧倒的にうまいラム使いの人がいるんでマジでそちらをはい、概要欄に、はい、ライキさんとケンツ貼っておくんで、本当にぜひぜひそちらもね見てください。というわけで皆さん20勝チャレンジ頑張りましょう。そんな感じで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。